2年ぐらい前かな、ブロリーのさ、ディスクロスをさ、激レアのブロリーのディスクロスを狙いっていうさ、動画を撮ったじゃん。その時にさ、ディスクロスめっちゃゲットしてさ、これ。コレクション。ディスクロスコレクション。いや、懐かしいよね、ディスクロスね。もうなくなっちゃったけどさ、ディスクロス。俺好きだったんだよ、これディスクロス。でももうねえじゃん。で、とりあえず、ブロリーゲットできたんだよ。これかっけえな。見てくれ、このかっけえブロリーよ。やばくね？枠も赤で合ってるし、星5の5スターズのブロリー。で、このブロリーをね、保存したいなと思って、ちゃんとかっこよくバインドしたいなと思って、探したらめっちゃかっけえバインドあってさ。そしてさ、このブロリーも中に入れたくて、でも開けるの嫌だったんだよね。で、もう一個ないかなと思ったら、売っとって、これ、もう一個。生きて帰れると思うなよ。怖すぎる。このガタイで言われたらマジちびるだろ。このブロリー、もう一枚欲しくて買ったんだよね。もうワンセット。こっちのブロリーを出して、セッティング、でもなんかブロリー出すのもったいなくなってきたな。これはこれでさ、全然いいよね。これブロリーもいるし、サヤ人の王者はこの俺だ。ベジータ、 M 字ハゲ王子、破壊王子。すげえかっけえよな、このメンツ。で、あとで他にもね、俺持ってないやつあってさ、このビルさんもセットっつうのかな。ビルさんもいいです。さあ、破壊の時間だ。ディスクロス熱いよな。もう一回新しいの出してほしい。俺ディスクロスすげえ好きだった。コレクションコインみたいにかっこいいじゃん、これ。なんかドラゴンボールのコイン集めてるみたいで、しかも枠とかついて、これを持ってなかったんでね。俺は怒ったぞ。3の悟空、真ん中にいる。このセットを持ってなかったから、これも買ったんだよね。めっちゃかっこいいな、やっぱ。で、バインダー、メインディッシュのメインディッシュのバインダーが、トゥ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 ト
ディスクロスもついてんだって。まあ、ブロリーはいないんだけどな。ブロリーはいないんだけど、ベジータに悟空に、フリーザ様ですよね。悟空がいて、ゴッドの悟空がいてね。ブルーのダブルベジータ、ダブル悟空。このブルーダブルに。で、ウィスに、ビルス。で、ゴリフレ。ここにブロリーもいたら最高だったよね。こんなの売ってたの知らなくてさ、オフィシャルディスクロスホルダーセットってやつ。超豪華。ディスクロスホルダーと、ここでしか手に入らない7個の最強ディスクロスのスペシャルセット、これレアのディスクロスもついてるし、バインダーも超かっけえし、もう最高なんだわ。よかった、ゲットできて。こんなの探しようったわ。まあセット内はこんな感じね。ディスクロス専用のポケットリフィルが7枚ついてる。ここにディスクロス、あ、これ出さんとダメなのかな、袋から。まあ多分出さなくても入るよね。このブロリーを一番最初に入れて、いやどうしよう、これ出すか。いやでもブロリー並べたいよな。1枚だけ出すか。2セット買ったし、ちょっとこれ出してみるか。とりあえず出して見てみるかな。テープ切って、パカリス、シュゴーとディスクロスのバインダー。いやー、初めて買うわ、ディスクロスのバインダー。ドキドキしてきた。どんな感じなのかな。ドゥルドゥドゥルルドゥドゥル。うわ、かっけー。箱押しだぞ、箱押し、箱押し。うわ、すげえ、これやべえわ。ゴルフリが真ん中いるっつうのもいいな、ゴルフリ。あ、待って、あ、後ろ、待って、いるじゃん、ブロリー。気づかんかった、ブロリーいるわ。後ろに。ガチでバーダックもいいんじゃん。これ完全にブロリーだ。ブロリーいる。うわぁ。オフィシャルディスクロスホルダー。マジかっけえんだけど。この中に、あの、背拍子こんな感じね。ドラゴンボールディスクロス。裏もこんな感じで。メンツが揃っている。サタンいるじゃねえか、サタン。ジャコもいるのいいね。ジャコがいる。ジャコもいるじゃねえか、お前、ジャコ。嬉しいな、これ。めっちゃデザインいい。で、ディスクロスどうやってしまうんだろう、これ。ワンポケットに何枚しまえんだ。あ、かなりしまえんね。縦がね、1、2、3、4、5で、横が1、2、3、4だから、5、4、20。20枚しまえんのか。で、裏と表、ダブルで入れたら、それプラス20だから40しま、まあ、1枚だろうな。1枚しまわなきゃいけないよね、きっとな。これはなんだ、ディスクロスポケットにシールを貼ろうって書いてある。ああ、そういうことね。破けないようにこの強化シールを貼って補強するんだ、強くするんだ、強度を上げるんだね、破けないように。おそらくこのシールを貼って、これがあの強化シールっていうのもついてる。で、ディスクロスの収納方法と。すごいなー。で、この段ボールはもう必要ないね。この段ボールは必要ないから捨てて OK と。で、これがレアディスクロス。うおー、すげー、限定、これにしか多分ついてないよね。7枚の、レア中のレアディスクロス。
いやー、これはどうするよ。でも開けてファイルして、最初にさ、これファイルするか、開けて見てみる。で、内側のデザインはこんな感じね。ディスクロスって書いてる。かっこいいなー、これは買ってよかったわ。で、これも全部出して、ファイルするわ。せっかくだしね、かっこいいのゲットできてるから、もう開けてさ、ファイルしようぜ。これはファイルしないともったいねえもんな。うわー、かっこいい。やべえやべえ、ダデー、ゴッドの悟空特にいいな。右のすげえ高級感に満ち溢れてるデザインが、いやー、すごい。これちょっとブロリーに似てんな。フリーザ様、ブロリーにデザインが似ている。まあでもやっぱブロリーの方がかっこいいけどね。ブロリーの方がかっこいい、やっぱブロリーっしょ。そこはね、そこやっぱブロリーだけど、これがウイスさんに、ブルー悟空に、あ、ラメってるね。破壊神ビルス、ラメってる。で、ゴルフにもラメってる。おー、これがレア。これがレアのディスクロスである。すげーじゃん。めっちゃかっけーじゃん。激レア。で、まずリフィルつけるか、ここに。リフィルをつけなきゃいけないので、強化シールも貼ってね。リフィルをつけるために、ここを、開いてと。おー、できたぜ。できたぜ。すげーいい感じ。なんかさ、これディスクロスじゃなくてもコインとかもしまえるよね、これね、コインね。めっちゃ、つか、ビックリマンのシールとかも多分ちょうどいいサイズっぽいわ。まだ強化シールは貼ってないんだけど、まずは、やっぱ、ブロリッショ。これ入るかな、袋。いや、入るよな。構造上袋ごとも入ると思うから、ちょっとぶち込んでみようぜ。一発目、ブロリッショ。やっぱ、ポーッポッポッポー。やべ、緊張してきたわ。ここにブロリーを、待って、大丈夫かな。ちょ待って、ちょ待って。全然余裕、全然余裕。袋ごと入るわ。うわ、かっけえ。袋ごと入るぞ。でも、裏には入らんな、これ。ピチピチ。もう、1枚入れただけでピチピチだから。やっぱ、ワンポケット1ディスクロスだな。あとは、このブロリーをどうするかね。まだ、いや、でも出したいね、これね。入れるか。出して入れようぜ。せっかく買ったんだから2セット。その度2セット買ったんだから、まあ、どっちかっていうとこっちの袋ヨレヨレだから、こっちが多分ね、俺フィギュアショップで買ったやつかな。なんか、ヨボヨボしてるから、これ開けて、ドゥル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 ドゥうわ、かっけえ。これ袋入ってないけどね。残念なことに、これは袋に入ってないけど、伝説のスーパーサージェンブローリー。うわ、すげえ。懐かしい、ライジング人力とかすげえ懐くね。かっちゃえ。これやべえ、ブローリー祭りだ、今日。ブローリー祭り。で、こう隣にも、ブローリーの隣にブローリーをぶち込むっつね。スポッて入れて、あ、袋なかったら簡単だわ。ブローリーブローリー、ブローリーブローリー。あとは自分のお気に入りのディスクロスちゃんたちをどんどん入れていきまして、おー、迫力増すな、やっぱな。同じさ、コレクションでもさ、やっぱファイルに入れると全然違うわ。ディスプレイ力が上がるもんね。ディスプレイ力がダダーン。まあ、初っ端やっぱブロリー、俺のお気に入りのブロリーブロリーで始まり、そして、ブルースキングガール、バーボス。で、ベジータ破壊王子パワーチーマッチョ。めっちゃかっこよくない？この、ベジータ。めっちゃ切ってんだよ、このベジータ。やべ、かっけえ。で、あとね、他にもお気に入りのタピオもすげえ切り。これキラじゃないんだけどさ、メタルクルラとかもすげえ気に入ってるから、気に入ってるディスクロスは全部ね、この中にぶち込むという。この3、これキラかっこいいよな。この悟空も、このベジータも。やっぱファイルすると全然違う、パイクーハンもね、すげえ切り。やべえ、どうしようこれ。またディスクロス集めたいな。他にも持ってない多分ディスクロスあると思うから、また集めるわ。で、ファイルゲットしたからどん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 ね、ここに入れてく。ここにファイルに、あ、やべえ、強化シール貼らんとちぎれちゃうな。多分めちゃくちゃ重たいから、カードと違ってカードここまで重くなんねえんだけど、ここにシール貼らないで、強化シール貼らないと取れちゃうと思うんだよね、やっぱり。だからこの強化シールがあると思うから、あとで強化シールもね、1枚ずつ全部貼ろう、貼ってコレクションに備えるかなということで、今日はね、ディスクロスのファイルのね、紹介動画の、ホルダーの紹介動画でした。みんなもぜひ、まだもしね、持ってない人いたらネットで買えると思うから、ネットで探して買ってみて、で、ディスクロスでディスプレイしてみて、めっちゃかっこよくなるよ。あと、ここにブローリーいるのがすげえ嬉しかった。気づかんかったな、これ。ほんと。背景のデザイン。
で、このブロリーが前にいてくれたらもっとよかったんだけど、ここにドーンとブロリーが前にいてくれたら最高だったんだけど、裏にもね、あのセルとかジャゴとかサタンとかね、結構卵もいるし、海王さんもいるし、熱いラインナップになってる。結構熱いよね、これね。ビーデューさんもいるし、このまだロングヘアだもんね、ロングヘアの頃のビーデューさんもいるし、熱いラインナップになってるな。いやー、楽しい。ディスクロスコレクションがなんかどん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 やばいことになっていきそうで、すごい楽しみになったそれではまた次回のね、ディスクロスの開封動画でお会いしましょう。またあの開封やりたいよね、ブロリーを狙いで。ブロリーまだ持ってないのあるからちょっと探してみるわ。で、買えたら買ってブロリーを狙いで開けていく。いや、めっちゃあれすげえ緊張したもんな。2年前、よくブロリー出たわ。奇跡中の奇跡だった。奇跡ミラコ中の奇跡ミラコ、このブロリーでなんとか出てくれたからな。よかったわ。こうやってコレクションできるのは出てくれたブロリーのおかげだから感謝しねえとな。ブロリーありがとう。こっちはネットで買ったけどね、フィギュアショップとダブルでゲットできて1枚だけこっちにしまった。